新潟県の山間部に新設されるバイパス道路。 JR 線と交差しながら緩やかにカーブする難所を3種類の仮設工法を駆使し施工した工事の全貌をご紹介します。新潟県北部と山形県南部を結ぶ国道113号線。日本海沿岸、東北自動車道の荒川胎内インターと東北中央自動車道の南陽高畑インター間のおよそ80キロを観光や物流など北陸、東北地方の発展と交流を支える道路として整備が進められています。この新潟・山形南部連絡道路は小国道路と鷹の巣道路の2つのバイパス道路が計画され現在進められています。鷹の巣道路は延長50キロ。この地域では雪崩や落石、土石流など災害が起きると国道113号線が通行止めになり迂回を余儀なくされています。迂回に要する時間はおよそ3倍で流通や観光における損害は甚大なものがあります。またカーブや急勾配が多く冬季は積雪などにより著しく走行性が低下していて早急な整備が期待されています。そして仙台と新潟を結ぶ最短コスト最小ルートの整備により災害に強い幹線道路ネットワークの形成、急カーブ・急勾配区間及び冬季障害の回避、物流や観光・地域経済活動の活性化が期待されています。今回の工事は工事名米坂線越後片貝越後下関間鷹の巣 BO 新設ほかで JR 線をまたぐ橋梁工事です。橋長は191メートル、橋脚は左から A1、P1、P2、A2 の4つで構成されていて赤く表示されている A2 は国土交通省の施工、青く表示されている箇所はJR 東日本の施工で行われます。P1 横張り仮設。トラッククレーン相吊り仮設工法で施工。まず台車に乗せられた P1 横張りを水平ジャッキを使用して 7.2 メートル水平移動します。その後クレーン2台で横張りを P1 橋脚上の素定の位置に設置します。巻き上げ時は傾きに、旋回時は速度に注意し慎重に設置しました。A2 桁の仮設。トラッククレーン弁と併用仮設工法で施工。10個のブロック桁をあらかじめ地組みして360トンクレーンで A2 橋台側から順次仮設。桁同士を慎重に接合し、
P2 橋脚まで仮設しました。A1、P2 桁の仮設、手延べ送り出し仮設工法で施工。その第1回送り出し。送り出し作業は JR 線線閉後の夜間工事、夜冷点呼を行い、安全作業の徹底を誓いました。最終列車が通過。これより線閉着手手続きに入ります。着手を正常に受け付けました。線路作業着手できました。着手後、作業員が線路内に立ち入りできるよう赤色表示灯を設置します。米沢方の明かり表示灯点灯設置了解です。線閉着手よし。線閉着手よし。じゃあ1回目スタートします。スタート。はい、スタート。はい、スタート。送り出しは前方台車と後方台車の2点指示状態で、前方台車の水平ジャッキを推進力で移動させます。第1回送り出しは、前方の手延べ機が P1 橋脚の横張りに到達する50メートル40センチ送り出します。集中管理室では送り出し量や台車の搬力などが表示され、送り出し状況が管理できるシステムとなっています。翌日の第2回送り出し。送り出しは第1回と同様に水平ジャッキを使用。緩やかなカーブ上での送り出しのため、シンクロジャッキを上下左右細やかに動かし、慎重に送り出しました。第2回送り出しは15メートル送り出し、後方の作業エリアで次の桁の地組みスペースを確保します。送り出し終了後には仮設物の返上を計測し、正しく施工されていることを確認します。
第3回送り出し。およそ3ヶ月を経て第2回の地組みも完了し、いよいよ送り出しが開始。夜霊点呼で気持ちも新たに、安全作業の徹底を確認しました。船底確認後、作業がスタート。第3回送り出し工事は2夜連続で行われます。エンドレスローラーや水平ジャッキが順調に稼働。慎重にゆっくりと送り出される桁本体が P1 橋脚に近づいてきました。そして無事到達。2日目の夜も順調に送り出し作業が進められています。2日間合計56メートル送り出され、 P2 橋脚に手延べ機が到達しました。第4回送り出し。いよいよ最後の送り出し。細心の注意のもと作業は慎重に進められます。
およそ41メートルの振り出しも無事終了。4月20日から7月30日までおよそ3ヶ月、4回5夜の作業で合計およそ165メートルの繰り出しが完了しました。送り出しからおよそ1ヶ月後、降下のための装置が設置されました。第1回目は A1、B1 間の桁の降下です。作業員がそれぞれの担当場所へ配置され、入念に計画された降下の準備を進めます。降下開始。降下装置から吊るされた巨大な桁をおよそ5メートルゆっくりと慎重に降下させました。B1、B2 間の桁の降下も無事終了。降下後、ボルト締めを行い、桁を連結します。翌朝、降下を終えて桁がしっかりと固定されました。翌年、床板工、橋面工、付属物工が行われ、橋の姿へと変わってきました。
鷹の巣道路唯一の跨線橋であり、緩やかにカーブしている全長191メートルのこの橋を3種類の仮設工法を駆使し施工する。平成28年度から始まった難工事は7年7ヶ月の歳月をかけ、令和5年度に無事完成しました。